2023年今年ですねちょっとやることをですねざっくりまとめてみましたので、えー、ちょっと動画で紹介していきたいと思いますやっぱりこう人のやることとか目標とかあのタ,スタスクとか聞くと、まあ、結構僕そういうの聞くの好きで、まあ、そうするとですねあここ参考にしてみようかなとかあ自分もこれ取り入れてみようかなとかあの結構そういった考えに行き着くことあるので もしかしたらですね、なんか項目が一つでも、まあ、これちょっとやってみようかなっていう人とかがいたりとか、あ、これもちょっと増やしてみようかなとか、いたりとか、なんか共有できたらいいなと思って、ちょっと撮っていきたいと思います。で、ジャンルをですね、まあ、物販系 YouTube、まあ、コンテンツ作成、SNS 系、あとは、まあ環境系でちょっと分けましたね。で、最初物販系なんですけども、まあ、eBay 輸出ですね。 まあこれをそうですね有在庫で2万品ぐらい出したいなって思ってますね。で、まあ、基本小さい商品しかないのであの手元にもう2万個以上商品あるので、ものあるので、まあ、それをひたすらただ出品するすればいいだけなんですよねで。出品作業っていうのはぶっちゃけ言うとマニュアルさえあれば結構誰でもできるやっぱりあの作業になるのでまあ、そこら辺は外注さんとかはですねお願いして。 まあどん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 出品して、まあ、今年中にですね、まあ、2万は無理だとしても1万は超えて1万5千とかいけるかなっていう形ですかねでそれだけであの毎日、まあ、マネーマシンっていうのが完成するんですよね仕入れがないマネーマシンがかす完成するので、まあ、それだけでもやっぱり生活が成り立つんですよねそ,その売り利益だけでです あの経済的自由じゃんみたいなファまあ配当金ではないですけどだから自分のビジネスであの自分の、まあ、手元にあるものを売って、まあ、経済的自由を得るみたいなことはある意味この一つの eBay っていうジャンルだけであの全然達成できる、まあ、もはや達成してるっていうかもう達成できるんですけどもだからそれはもっと確固たる、えー、基盤にするために。 まあしっかりとですね、出品数ガンガン増やしていって、で、あの、家にあるものをとにかく減らしていくっていうことをちょっとやっていこうかなと思ってますね。だからなんか不用品とかもなんかいらないのあれば、eBay とかでも出してみようかなと思ってますね。うん、なんか、ジャンク品っていうか、家にある不用品とかも。で次にメルカリですね。まあメルカリもなんだかんだ、あの、去年ですね、去年の秋ぐらいから頑張り始めて、 で出品も600品ぐらい出品したんですよね。でそこで売り上げ的にも200万ぐらいいってその数か月ぐらいで,で不用品がどん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 さばいてきたんですけど、まあ、そうは言ってもまだ600品なので、えー、1500品ぐらいですね2023年は出そうかなと思って。でメルカカリのの出品数のカウントなんですけど あれって売れた後も多分出品カウントされてるんですよ。まあ、例えば600品で100品出して50品売れたとしても多分その700品っていうのは変わらないと思うんですよね。メルカリの、まあ、これ多分ですけど、まあ、変わってなかったので。まあ、なので売れる商品とか、まあ、売れなかった商品とかっていうよりもとりあえずここの数字っていうのを1500にあの載せていこうかなと思っていて、まあ、なんで1500かっていうと。 それだけあれば多分いらない服とか着ない服とかですよねで履かない靴とか例えばなんかバッグとかあの時計とかアクセサリーとかあとは本当に不用品なものを例えば昔買ったデジカメとかもう全然使ってないですしゴープロも結局去年買って使ってないですし釣り道具もたくさん買って使ってないのとかもたくさんあるのであとスイッチのゲームも甥いっ子にたくさん買わされて。 あの多分3 4 0本ぐらいあると思うんですけど全然やってないのでそういうのもまあ、どん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 売っていってでそのメルカリで数字の部分を1500まで持っていけばまあ、またプラスアルファで何百万っていうその不要品がお金に変わるっていうことができると思うので,でこの不要品でお金に変わったものをあの今4%で例えば最近だと結構日本株もちょっと買い出してきて例えば。 三菱東京 UFJ とかあのエ n e オスとかも結構下がってきてあの辺ってあの配当利回りが4%から5%ぐらいあのつくようなものになっているのでまあなんかそういった不用品とか売ったお金どんどん株に変えていこうかなって思ってますねなので物販に関しては、まあ、eBay 輸出で有在庫として2万ピンぐらい目指してメルカリとしては1500ンぐらいでこれやるためには結構時間かかるので やっぱりですねあのごちゃごちゃな家で狭いところで作業しても全く進まないと思うんですよあの特に不用品販売とかで結構でかいじゃないですか服とかもだからこそあの今年一つ家借りて何もない空間にじゃあ今日はこの箱を持っていってこの箱をすべて例えば写真を撮ったりとか外注さんに渡したりとかあのメルカリだったらもう自分でも出品しちゃうとかだから 考え方としては何もない部屋に箱を持ってって段ボールの箱でも何でもいいんですけどあのコロコロでもいいんですけど持ってったらまあ今日はこれを一日でやるみたいなでやったらあの出品済みの箱に入れ替えるとか実家に持って帰るとかしようかなと思ってるので、うん、やっぱりそのぐちゃぐちゃな家で部屋でやってても絶対できないと思ったんですよ。で確かに あの家2個借りたらプラスアルファで7万8万かかるんですけど、まあ、それ以上にリターンがあったりとかそれ以上にあのー、何ですかね物がなくなって、まあ、思考がクリアになるのであれば、まあ、それ以上のリターンもあるんじゃないかなと思って借りようかなと思いますね。まあとは普通に経費にもなりますしね事務所として使えるってことは。まあ、もちろろん経費計上したところでそれは全て まあ税金が多少安くなるぐらいでビビたるものにはなるんですけどもまあ,あのそういった部分でもちょっと一個借りようかなと思ってますねまああとはなんだかんだあの都内の方に行くことも月に何回かあるのでやっぱりもう最近結構カプセルホテルとか泊まってたんですよでなんかね普通のホテルってなんかちょっと怖くないですかなんかあの一部屋みたいの うん、なんか怖いっていうかなんかたまに不気味な部屋とかあるじゃないですかなんかだからカプセルホテルって逆に安心するんですよねなんかあの狭い空間にその人がずらーっと寝てて、まあ、でもいびきがもう絶対聞こえてきますよねカプセルホテルって誰かしらのなのでまあなんだかんだでその東京の方に行くのであればまあ普通に一つ一軒家借りて うん、まあそこで仕事したりとかまあ寝泊まりできたりとかまあいいんじゃないのかなって思いましたねで YouTube の方はですね今やってるチャンネルはですねなんだかんだでも3年ぐらいだと思うんですけどもうすぐ3000人超えてで多分伸びしろないんですねこのチャンネルでちょっとここだけの話ではないんですけど YouTube 始めた時にですね なんかここならかヤフオクか忘れたんですけどなんかチャンネル登録確か何人だっけの500人売ってますみたいなとこ昔よくあったじゃないですかあれ僕買ったことあってまさに今のチャンネルであれ買っても全く伸びなくって300人伸びたと思ったらあの何ヶ月間経つと200人とか減るような仕様なんですよあれも完全詐欺なんですよ。 でそこでもしかしたらアカウントが最初からぶっ壊れてた可能性があるので、まあ、最悪ですね本当にだからもしかしたら3年前にはしっかり始めてビジネス系でもうちょっと綺麗に作ってたらあの始めた時期が良かったので、まあ、もしかしたら60007000とか言ってた可能性はあるんですけどまあで今はもうすごいじゃないですか YouTube ってみんな参入しててみんな参入してるっていうかすごい 狭いジャンルでもいろんな人があのいろんなチャンネルがあるのでなので今このチャンネル自体は副チャンネルサブチャンみたいな感じにしてなんかもう一個ですねえー、っと綺麗なチャンネル作りたいなと思ってますねでやっぱり家借りたらあの例えば三脚とかあと GoPro 使ったりとか、まあ、ホワイトボード使うかとか、まあ、お面とかはかぶんないと思うんですけど まなので、まあ、やっぱりその何もない空間で広い空間で YouTube とかもなんかメインのチャンネルとかまた作れたら楽しいかなと思ってそういう意味でも家はちょっと1いいいい個いいなと思ってるんですよねだからこのチャンネルはもう伸びしろはないので3,000人超えてきたらまあ、なんか普通に今まで通りラジオ配信みたいな雑談みたいな感じにしてあのまあ更新をしていこうかなと思ってますね でメインの方はもうちゃんとテロップ入れたりとか画像入れたりとかオープニングとかエンディングとかちゃんと作ってあのやっていこうかなと思ってますねうん。でもジャンルとかがやっぱビジネス系とかマインド系でやりたいんですけど、まあ、そもそもその辺も結構狭い分野ではあるのでまあ、だからといってそのなんかみんながやっている うん、なんですかねエンタメ系とかを絶対やらないのでん難しいですよねそうなるとまあでも、うん、やっぱビジネス系とかあとは買ったもののそのビジネスで使えそうな商品とか Amazon で買ったもの紹介とかあとはなんか部屋,部屋をなんかビジネスの、まあ、フリーランス1人で 仕事でできるよみたたいいなチャンネル作りたいですねそれはマインド系から、まあ、ものものでもいいですしあとはそのこんなジャンルがあるんだよみたいな稼ぎ方はこんなジャンルがあってまあ今までこういったことをやってきたみたいな感じで、うん、やっていこうかなと思ってますね、まあ、なのでそれで YouTube はまあとりあえず自分のチャンネルは二チャンネルは作っていこうかなと思っててであとはまとめチャンネルですね 今だと、あの例えばにちゃんとか、あの、なんだっけな、ゆっくり系とかってめちゃくちゃ流行ってて、あれって結構、100万、200万とか300万とか500万ぐらい稼いでる人めちゃくちゃいるんですよ、実は、ビジネス業界で,で。僕も去年まではえあ、去年か一昨年までは、その、ビヨンドっていうですね、アニメ系のツールを使ってやってて、最高7、80万まではいったんですよ。で、チャンネル登録も3万人ぐらいいった。 アニメーションンのチャンネルを持っててで今はもう本当に終わってるんですけどそのチャンネルはまあ、なのでやっぱり破壊力とか考えたら YouTube えぐいなっていうのを思ってまあまた今年ですねその引っ越しが、まあ、引っ越しも多分1月2月ぐらいには決まると思うので、まあ、そうしたらですねあの、まあ、物販系とかあのできれば害虫さんとか回るようにして youtube ののまととめチャンンネルのところ結構 <laughs> メインでやっていいきたあとはコンテンツ作成っていうのもあのもちろんこれはコツコツやっていこうかなと思っててまあ、今のところノートとここならやってるんですけど一応今ですね一日一つ売れるか売れないかなみたいな状態まで数ヶ月間で持ってってだからそれだけでもやっぱり 3000円、レンジでいうと,ほんと3,000から5,000円ぐらい入ってきたりするんですよね。で濃度に関しては今から3倍ぐらいはいろんなものを作ったりとかここらに関しては今から1.5倍ぐらいあ2倍か2倍ぐらいですねあの作ろうかなと思ってるので、まあ、例えばコンテンツ販売で1日5,000から1万円ぐらいのレンジが入ってくれば、まあ、ある意味それだけで。 あの生活できちゃう収入源にはなるわけじゃないですかだからコンテンツ作成っていうのはかなりよくって要は自分のその知識とか経験とか成功体験っていうのを、まあ、基本ワードプレスであの LP で作ってそこにパスワードを設定してでその商品が売れたら例えばで URL とパスワードを渡してであのそれでも終わりじゃないですか。 例えば梱包もないですしあの郵便局に行かなくてもいいですしだからそれだけで終わるっていうのはやっぱりコンテンツ販売ですごいいいなと思っててでやっぱプラットフォーム的にはノートとここならとかですねなんかブレインもあるんですけどなんかブレインってなんか難しいっていうか一回だけ出品したことあるんですけどなんか売れる感覚が分かんなかったんですよね であとは普通にあの手数料がノートココナ高いのでストライプっていうですね独自決済のシステムを使ってうんのなんか LINE かメルマガか YouTube か分かんないですけどなんか独自のなんかそういったプラットフォームでえー、っとまあ商品コ,コンテンツが買えるみたいななんかそういった、まあ、まとめサイトみたいなのを作ってもいいかなと思ってますね。 でやっぱり単価高いの結局作らないとあのコンテンツ販売って儲からないんですよでコンテンツ販売で儲かる人ってやっぱ一つの単価が5万10万20万とか30万とかっていう人なんですよやっぱめちゃくちゃ儲けてる人ってうんだから例えばコンテンツ販売に500円とか1000円とか2000円のものをちょろちょろ売ってても絶対に稼げないんですよ それだったら気合い入れて5万10万15万20万っていうですねコンテンツを作った方が絶対に稼げるんですよあのコンテンツ販売っていうのはうんだからそのコンテンツ販売もまあ一回作っちゃえばある意味自分の商品なのでうんそれは強いんですよねマジで強いと思いますねで、YouTube、も基本あの えっと、限定公開にして、なんか YouTube 自体の動画を基本売っちゃだめらしいんですよ、規約上で。だからあの、Vimeo っていうですねあの、プラットフォームがあるんですけど、これ有料になるんですけど、まあ、これを使ってですねあの、動画自体を販売することもできるんですよ、Vimeo っていうのがあるんですよね。 これは微面を使えばノードこ c o c ストライブの独自決済で LP 使ってテキストここは動画入れておこうかなみたいなそこでマニュアルができるのでコンテンツ販売ができるわけなんですよ。だから例えば人っていうのは結構いろんな成功体験とか自分だけの知識とか得意なことっていうのがいろいろあるんですけどこれをコンテンツにまとめて販売した方があの実は自分の商品がモテて。 うん、で利益率もめちゃくちゃいいわけじゃないですか特に仕入れとかもないですしだからコンテンツ販売できる人はやっぱ強いなって思いますねだからそのコンテンツ販売も結局人に認知されないと絶対売れないのでだから認知するためにはどこが必要かって言ったらやっぱりきれいな YouTube とかにはなってくるのかなっていうのはやっぱ一番思いますよね なんか最近はなんかコンテンツ販売じゃないですけど、あの、何、うん、ですっけあの、イングリッシュおさるさんっているじゃないですか、YouTube の。YouTube マーケターとか、あのいろんなコンテンツ売ってる人いるのでその人の本買って、あの、また読んでますね、最近。なんだかんだ本で、でも、月に何冊か買うんですけど、うん、やっぱりいいですよね。本っていいですよ。1000円、1500円でその人の、あの、 成功体験知識考え方っていうのが共有できるのであのめちゃくちゃコスパいいと思いますよ本ってやっぱりうん絶対本はあの読んだ方がいいと思いますねであと SNS ですね SNS はもう Twitter と Instagram やっていこうかなと思ってて Twitter、まあの方は、まあ、もしかしたらオンラインサロンとか、まあ、月に5000円から1万円ぐらいのところがあったので あのアフィラさんっていうの,あの有名な人いるじゃないですかあの人のオンラインさんの入ろうかなと思っててそこであのツイッターちょっと勉強しようかなっても思ってたあとインスタはね難しいんですよねやったんですけどだまあインスタももう力入れてできればやっていきたいですねツイッターインスタあと YouTube のショート動画とかで自分の今のこのチャンネルでショート動画やったら多分 まためちゃくちゃのチャンネルになっちゃうので、まあ綺麗な方でですね、なんかショート動画も上げられたらいいなと思ってますね。で、ここからはちょっと環境編、マインド系なんですけども、気持ち編ですね。あのやっぱ、住みよい環境ですね。これめちゃくちゃ大事で、今ぶっちゃけ言うと、住みに、住みよくないんですよ。今の環境って別に。まあ、去年の9月までは家、もう一個あったので、あの東京寄りに。 まあなんだかんだでその広い空間があったので住みやすかったりしたんですけど今だと結構たまちょくちょく実家に帰ったりとか実家の押し入れに物をぶち込んでおいて、うん、でそうするとやっぱりなんかやっぱ人の目っていうのが絶対あるんですよね親の目とかあの家の実家の後ろに兄貴のが家建てて兄貴の夫婦の目とかあるわけじゃないですかやっぱいろんな目があるんですよねそういった 結局人と関わると結構ストレスっていうのがたまってあこいつ何やってんだみたいになるわけじゃないですかだっていつもなんか起きるのは遅いしみんな7時とか起きるわけじゃないですか、まあ、うちの親も兄貴んちもそうなんですけどみんな6時起きとか <laughs> なるんですけど自分だけ10時11時ぐらいに毎日起きてあの何やってるのってなりますよねだからなんだかんだで一人でいることって うん、めっちゃ居心地いいですよ本当にに住みよい環境のために一つ家を借りて、まあ、これもですね実験なんですよね、うん、また1年2年借りてみてあの、まあ、一度きりの人生じゃないですか人間ってだからこれはまた実験なんですよね、まあ、以前はですねちょっと新築だったんですけど木造の家を借りて大失敗したっていうのがあるので 今度はしっかりとした RC 構造、鉄筋とかそういったものを借りて、まあ、もうちょっとですね、まあ、こ,のこの前のところが結構田舎だったので、もうちょっと都会寄りにして、ま,あ、ちょっとまた実験ですよね、まあ、100万、200万ぐらいかかりますけど、さすがにやっぱり1年、2年で、まあ、それはそれでもいいかなっていう感じでありますね、それ以上のリターン頑張ればいいわけなので、そこにこもって。であとはまあ気持ちが良くなればいいと思うんですよね、あの住みやすいとか。 物が何もなくてあの考えがまとまるとかクリエイティブな発想ができるとかあとは例えば友達とかも呼んで作業できるとかんかそういうの友達っていうか作業仲間みたいなのはそういうのがいいかなって思いましたね。であとはとにかく物がない環境を作ろうと思ってで結局その今物が溢れてるんですよねとにかく。だから 今賃貸の家1個実家が1個で物が両方あふれきってるんですよねだからここのあふれきってる中で出品作業とかなんか物の入れ替えとかなんか物の整理整頓ってもうキャパがないわけなんですよねもうぐちゃぐちゃなんですよとにかくでこれプラスもう1個家があることによってこの2つの家でじゃあこれとこれとこれとこれをこの箱に入れて あの今日は新しい家に持ってってこの箱を処分するっていう考えでやろうかなブロックごとにやっていくみたいな感じですね。今日はこの箱のブロックをあの全部捌くっていう感じですね。メルカリでもいいですし eBay でもいいですし外注さんでもいいのでとにかくこの箱を今日はやるんだみたいな感じにすればあのやっぱりあの3個目に借りた、まあ、3個目のその空間っていうのが まあ、より良い作業環境を生んでくれて効率を生んでくれて、まあ、その賃貸の、まあ、お金以上のものは返ってきてなおかつあの部屋がすっきりするものがなくなる思考がクリアになるそれをこの1年2年でやっぱ終わりにしたいんですよねこのものが溢れている今までの生まれた時からずっとものが溢れていてあのぐちゃぐちゃな家で生活していた その人生と終止符ですよ。このこの1年2年ででもある意味、この1年2年で終止。符ってやばその後の人生っていうのは物がもうなくって整理整頓されてて、気持ちがいい人生を送れるわけじゃないですか。だから、そのために1年2年100万,200万賃貸でかかったとしても、その後の人生のクオリティが高くなれば全く問題ないよね。っていう結論に至ったんですよ。 で例えば今までは100万とか150万200万とか毎月毎年ですねあのコンサル入ったりとかスクール入ったりとかそういったところにお金かけてたんですけど、まあ、もういいかなって思いましたねはっきりあの去年で。これも何でかっていうとうん何ですかね結局今までやったコンサルスクールとかで今もやってる手法とかもないんですよね。 ないですし今それれやっっっててるかか言わたたら一個もなかったんですよね今の2023年の現時点ででも今やってることでやってきたことって自分がやったことが全て続いてたんですよねまあ ebay でユーザー役やったり自分のチャンネルやったりとかまあ、あと普通に SNS やったりとかあとは投資に関しては本当にあのインデックス投資とか S&P500 とかあの王道な投資ですよねほったらかし投資みたいな。 だからその今まで100万200万毎月毎年使っていたお金を今度はもう自分を信じようと自分のために使おうと自分の環境のために投資しようと思ってだからじゃあそれ家で良くないと思って家を借りようと思ったんですよねだから結局毎年毎年使っていたお金をあのまあ例えば他人ですよねそのコンサルスクールとか、まあ、自己投資まあ教材とかまあ何ですかね コンテンツとかに使っていたところを、まあ、そろそろ自分にかけてもいいんじゃないのかな自分はそれだけあの色々やってきて知識も増えてきたのでまあそろそろ自分でいいかなと思ってあのそこにお金をかけようと思ったのでだから毎年使っていたお金がその賃貸の方に変わるだけなのでまあ消えるお金変わらないよねっていう思いましたねあの去年一昨年とか比べてだから別にまあ。 まあそれでなんか人生のクオリティ楽しいなって思えたりとか何か落ち着くなって思えたりとか何か過ごしやすいなって思えた方の方がなんかもうお金とかに縛られるんじゃなくって、うん、なんかそっちの方がクオリティいいよなって思いましたね結局だから住みよい環境ものがない環境を実現するために やっぱり eBay でしっかりと有罪庫として出品してメルカリでガツガツさばいていってであとは物を買わないってことですこれが超大事だと思いますあの物を買わないとか言ってるくせにですねあの年、ね、年始のアマゾンでもう15万円ぐらい買っちゃったんですけどうん、なんかプロジェクターアンカーのプロジェクター56万ぐらいの買って で、プロジェクターのケースとか、その三脚買ったりとかしたりもして、あとはなんか、ディスプレイのなんか、アームみたいのを1万ぐらいとか、なんか、掃除機で2万ぐらいとかで、なんかい、家も決まってないのに、なんか、どうせ家で使うかなと思って買っちゃったんです、よね <laughs> だこれが、いけない、いけなくてもしょうがないですけど、うん、だから、その、 ととににかかく物は買わなないいようにしよううし思います、ね、だからもう手元にある商品とかたくさんあるので仕入れもしないですしあとは服とかもですねめちゃくちゃ買っちゃうんですよいつもあのだから服とか衣類とかも,もう買わないこれだけであの月にやっぱり何十万って浮くと思うんですよねでこの浮いたお金っていうのを例えば あーとまあでも家賃はそうですよね今までコンサルとかの勉強代で払ってたものがそっちに移るだけなのでだからその浮いたお金は普通に株買っていこうかなって思いますねインデックスとか投資信託とかなんか普通に配当が4%ぐらい出る株をまあこれもコツコツですよね、まあ、コツ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 買っていこうかなっていう感じですかねで最終的にまあそうですねその 目にに見えるところに物がないい生活を送りたいんですよべてクローゼットに入ってるとかすべて押し入れの中に、えー、入ってるとかまあ例えばタンスとかその収納ケースがある場合もすべてそこに入ってるみたいなだから本当にもう何もないも部屋に住みたいんですよねできればすべ、まあ、てあの収納されているっていうのがいいですね やっぱり引っ越しも今まで6回ぐらい56回ぐらいやってきたんですけどやっぱ物って引っ越しする時に本当にいらないなって思いましたね、うん、超大変ですよ物があるとで物がなかったらどれだけ引っ越して楽なんだなっていうのが思いましたし、うん、だからその引っ越しってめちゃくちゃ勉強になるんですよだから今5年10年住んでますっていう人は意外に引っ越し見たら また人生ちょっと変物ってこんないらないんだとかあこんなに家に不要品なものあったんだとかじゃあこの今まで使ってた無駄なお金をしっかりとあの福利で回してたらもっとお金増えてるよねっていう感覚にもなりますしだから引っ越しとかってマジで勉強になってすごいおすすめですねお金はすごいかかりますけどで最後はもうお金の管理ですね これはもう毎日やりたいですね、できれば。今日の収入、収益、今日の経費みたいな感じで、うん、毎日やりたいですね、できれば。てか、やりたいんですよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと、結局、確定申告とか、その決算の時とかに、超大変じゃないですか。これ、引っ越しと一緒ですよね。あの結局、引っ越しと一緒で、ね、めちゃめちゃ大変なんですよ。 だから個人事業主の方とかフリーランスの方とかもできれば毎日週、まあ、それか週に1回はやった方がいいかなと思いますね。月に1回だと多分やらなくなると思います。結局月に1回やろうって決めても気づいたら確定申告の時期になっているっていうケース絶対になるので、まあ、これ毎年僕なってるわけなので、まあ、だから なんか物がないからこそこことここにレシートと、えっと、なんか経費の紙を置いといてなんか入力したらこっちにこっちのなんかそういうケースに移すみたいなそれって物がないからこそやっぱりできると思うんですよね思考がクリアになってだからお金の管理もあのちゃんとすればそもそも自分の時間がたくさん生まれるのでやっぱりまたビジネスができると思うんですよ。 だから結局住みよい環境物がない環境お金の管理この辺っていうのをですねあのクリアにしておくと、まあ、結構そのまあすごいざっくり言うととにかく不要品のものをなくすで、えー、とそのなくすためにはそのやっぱりもう一個その採用ができる場所を借りる。 でその効率よくどん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 減らしていってで浮いたお金はその配当金がき出る株に回していくで最終的にお金の管理もしっかりできるようになって自分が今いくらあっていくらの経費でいくらの利益が出て、うん、っていうなんかしっかりとも家計簿みたいな感じでできるようになるだからこの辺まで来たら、まあ、ようやくなんですかねようやく。 まあもうちょっと余裕ができるんじゃないかなって思いますね。そうここでようやくですね。だから10年ぐらい副業やってここでようやく、うん、余裕ができるかなみたいな。だからこそこの余裕ができるできるために12年間頑張るだけでその後の人生っていうのが余裕ができていたら。 もうそれ人生においいてラッキーじゃないですかこの考え超大事だと思うんですよだから副業で今5万円稼い頑張って今年5万円稼げたらその後の人生ずっと月に5万円もし稼げる考え方とか自分の影響力があったら得じゃないですかだから僕はその1年一年2年使ってだからその後の人生が良くなるようなことをやりたいんですよ だからこそ別に家借りて100万200万使ってもいいかなって思ってるのでだからその100万200万円の投資でその12年間でやることをしっかりとやってあのすっきりとした思考ですっきりとしたお金の管理ができるようになってでその後の人生何十年あるか分かんないですけど、まあ、30年でも40年でも分かんないですけどあればあのそういった人生を過ごしたいんですよ。 だからもう例えば30年40年部屋がぐちゃぐちゃでもう過ごしてますとかいつも確定申告はギリギリなんですみたいな嫌なんですよねこういうのがだからそのためにまあ2023年ちょっとあの物を減らしてどん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 住みやすい環境を作っていこうかなって思ってますねだ結構ねなんだかんだで僕みたいな人って多いと思うので うん、結構自分もそうしようとかあのー、なんか共感してくれる人がいたらいいなって思いますねじゃあよかったらですねちょっと参考にしてみてくださいでまたなんか部屋とか決まったらなんか、ね、YouTube とかでいっぱい喋ってこうかなと思ってるので,でよかったらまたですねなんかコメントとかしていただくと嬉しいのでよろしくお願いしますじゃあ失礼します